皆様こんにちは。私いつも心晴れやかに、いつも心鮮やかに、いつも心ウキウキ、常に前を向き、常に生き生き生きる男、男の演芸塾塾長の枝元でございます。こんにちは。本当にですね、皆様数のご質問ですね、まあ動画にのコメントにいただいております。本当に心からこの場をお借りしまして、初めに御礼申し上げます。それでは Q&A コーナースタートです。それではね、資材の混用に関する質問に今から答えていきたいと思います。まず一つ目ですが、ビオンハイポネクスとリキラスをジョルの中で混ぜても大丈夫なのという声でございます。大丈夫っちゃ大丈夫なんですよ。別にいいんだけれども、まあ私はやっぱりビオンハイポネクスというのは完全に溶解しない、溶けないところに特徴があるという話を前にさせてもらったと思うんですよね。でやっぱりまあこれ一つのテクニックであるけれども、前申しました通り土にね、やっぱりまあビフォンは直接混ぜてね、溶けない部分もしっかり土に与えていくというような、そういう技術をお伝えしたと思うんです。そういう形で土に直接ビフォンを使いながら、まあ、リキダスは、まあ、上からかけていくというふうなですね、ジョロでかけるというようなやり方、まあ、これを私としてはお勧めしたいなというふうに思っております。混ぜれないことはありません。あくまでもね、混ぜれないことはないけれども、やはりまあ、ハイポネクス原液みたいに、あるいは普通の液みたいに完全にもともと溶けてるもの同士、まあ、リキダスも液ですが、溶けてるもの同士を混ぜるというやり方は、まあ、よりプラスになると思うけれども、まあ、微粉みたいに完全に溶けないようなものとの混用というのは、まあ、あまりメリットがないのではないかというふうに、まあ、私個人的には思っております。観葉植物にリキダスとストレスブロックを与える必要はございますかと、製品の注意点はというふうに書かれておりますので、これについてお答えしたいと思っております。多肉植物というのは基本的に変化をさせないというのが、まあ、基本的な栽培の軸としてあるんですね。ですから私はやっぱりね、変化をさせないようなするために使う資材としてですよ、まあ、リキダスっていうのもやっぱり根っこを伸ばすこと、それから微量素を運ばすことが目的ですもんね。それからストレスブロックはストレスの緩和が目的ではあります。ある方によってはこれを混用することでいいですよって言われている方もいらっしゃるので、まあ、これをまあ私が否定することは一切ないんだけれども、基本的にですね、やはり濃度が上げすぎるとどうしてもその株の成長の方に動くというのはやっぱり嫌おなしにこれ起きてくると思うんですよ。通常の濃度よりも薄めに混ぜるという形ですね。例えばストレスブロック1000倍で、まあ、リキダスも、まあね、その200倍とか100倍とかじゃなくて、まあ、1000倍ぐらいするとかね、1000倍1000倍同士で混ぜるとか、まあ、そのような形でね、与えられてもいいのかなと思います。ただ多肉はですね、水の量が多すぎると徒長しやすいという傾向がありまして、現状維持が難しくなるんですね。ですから、まあ、薄めの濃度にしといて、まあ、与える量も少なめに考えられてはいかがかなというふうに思っております。次のご質問ですね。ハイポネクス原液、殺虫剤入りとリキダスは混ぜてもいいのっていうようなご質問でございます。この殺虫剤、まあ、ジノテフランという、まあ、殺虫成分がハイポネクス原液に入っているものが、まあ、ハイポネクス原液殺虫剤入りですよね。でこういう農薬的な要素が入っているものとですね、やはり、まあ、リキダスの混用というのは、まあ、基本的にはやっぱりもう罰なんですよね。やはりそれぞれ単用で与えていただくという方がよろしゅうございます。これやはり農薬成分がやっぱり、まあ、失活してしまったりね、まあやっぱり効果がなくなってしまうと意味はない。でこれはですね、本当に効果のない資材であればね、まあいろいろと混ぜれるケースもありますが、やはりリキダスというのは非常に効果が適面に出る資材ですから、効く資材ほどですね、やはり農薬と混ぜた時の反応性というのは富む部分が大きいんですね。でそれはプラスに働けばいいですが、やはりマイナスに働くケースってもありますので、そういうことを踏まえた上でね、やはりまあ両者は分けて使われることをお勧めしたいと存じます。次の質問ですが、リキダスとストレスブロックの交互使用の際に植物の種類によって希釈倍率は変えるべきかというふうなご質問でございます。これはね、実を言うと植物の種類もそうなんだけど、土の状態、例えば赤玉土を中心にしているのか、あるいはピートモスを中心とした軽い土なのか、ね、
あるいはバーク堆肥のたくさん入った、まあ、水はけの悪い土なのか、まあ、いろんな、まあ、条件土がやっぱりあるわけですよね。例えば貧乏であればね、比較的、まあ、濃度障害を受けやすい。しかしペチュニアであればどんどん肥料吸収するとかね、やはり、まあ、種類による差っていうのは当然品種による差がある、品目による差がありますのでね、当然この濃度っていうのは、希釈濃度っていうのは、まあ、本来ならば、まあ、変えていった方がいいということが私からの答えになるというふうに思います。ただこれはじゃあ実際に何倍がいいのということになると、今申し上げた通り人それぞれ皆様育てる環境は違うので、この倍率がいいということを、まあ、明瞭にここで述べることはできない。まあ、皆さんがやっていただきたいことは、やっぱり濃度障害が出やすいような植物ですね、貧乏のようなものというのは比較的薄めに、まあ、それに対してペチュニアみたいに非常にですね、まあ、肥料吸収量の多い品目の場合、品種の場合にはね、まあ、濃度を少し濃くしていただいても、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。で、大事なことはやっぱり根っこなんですね。根っこに刺激を与え、そして免疫力を上げていくというのがリギラスとスルスルブロックの組み合わせでございますから、やはり、適正濃度があまりにも高すぎてしまうと逆効果になるケースもありますので、そこはまあ基本的には薄め、まあ、私は前の動画に申しました通り、まあ、あの通りにね、使っていただくのを基本としながら、よりその胃袋を広げていってですね、どん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 と創生が上がっていく、まあ、元気に育っているような植物の場合にはどんどん上げていただいても構わないということで、そこは様子を見ながら、皆様があくまでもね、植物に与える際にはですね、しっかり確かめてね、様子を見ながらやるようにしていただきたいということでございます。次のご質問ですが、リキダスストレスブロックビフォンハイポネクスを一度に混ぜても大丈夫というようなご質問でございます。まあ、これはですね、まあ、比較的こう手間をあまりかけたくない方なんじゃないかなと思うんですが、一緒に混ぜても全部一緒にやってまいというようなね、まあ、そういう、まあ、ご質問じゃないかなと思うんですけれども、これにつきましては、まあ、やはり私としてはお勧めできませんと申しますのは、まあ、やはりまあ、リキダスとストレスブロックを交互の話は私したと思うんですけれどもね、でビフォンハイポネクスというのはこれ完全に溶解しない、溶けない肥料ではありますよね。でこれ全部一緒にやると、やはり肥料濃度が全体的に高まりすぎてしまう。で私は前も言いました通り、肥料濃度が高すぎると地上部は大きくなるけれども地下部は小さい、まあ、根っこは生えにくいと話しましたですもんね。まあ、資材をね、使う意味っていうのをやっぱり考えていく必要があるんじゃないかと私は思うんですよ。まあ、やっぱりビフォンというのは前も申しました通り、まあ、土に混ぜて、使っていくっていうやり方が、まあ、一番効果点としてはいいと思いますし、まあ、それとですね、やっぱりリキダスストレスブロックはまあ交互に与えながら、まあ、ビフォンは土に混ぜらせるというようなやり方、まあ、こういうやり方をしていただくのが一番ね、肥料効果、そして、まあ、ストレスブロックやリキダスの効果を引き出しやすいというふうに思いますのでね、ぜひですね、そこは別々に与えていただきたいというところが私からの答えでございます。はい、では次のご質問でございますね。ビフンハイポネクスとハイポネクス原液を週1回でも問題ないと、それにリキダスを組み合わせても良いんですかというふうなご質問でございます。前言いました通り、ビフンハイポネクスというのは仮高なんで細胞を締めるために使う次第ですもんね。でハイポネクス原液というのはリンが高いので、一般的なですね、株を育てて花を充実させていくということが目的の資材ですもんね。ですから目的は違うじゃないですか。でこれをね、一緒に与えるということはそれぞれの効果が相殺してしまうという、でしかも肥料濃度、窒素濃度も高まりすぎてしまうので、いい方向にね、必ずしもならないんじゃないかと私思うんです。両方とも週1で、与えるというところのメリットがね、まあ、ないんじゃないかというふうに思います。でそれだったら、例えばハイポネクス原液を週に2回とかね、まあ、ビフォンハイポネクスを週に2回とか、それはその植物の状態に応じてですね、まあ、これもちろんその土が乾いてる時は条件なんですけれども、2回与えて、まあ、株にボリュームをつけていくとかね、そういうことであればいいと思いますが、この両者はやっぱり混ぜるっていうことを私はお勧めしたくはないなというふうに思います。まあ、それとリキダスを組み合わせて、良いということなのですが、まあ、これにつきましても、例えばハイポネクス原液とリキダス、ね、
でビフォンハイポネックスとリギダスという形でですね、それぞれ液肥とリギダスを組み合わせるというやり方がまあ一番でございますので、もう全部ですね一緒に使うということは避けていただきたい。やはり肥料濃度が高まりすぎるとですね、根っこは張りにくくなりますので、やはり粘りを重視した肥配管理こそがね、植物を長い間育てる秘訣なんですね。そこをしっかり押さえておきましょう。スーパー原液、これはまあリギダスとハイポネクス原液の組み合わせですね。これを毎日与えた方がいいのかというご質問でございます。結論から言うと、毎日与える意味って何なのということをやっぱ考えていくべきだと思います。まあ実際に具体的な話するとね、例えばハイポネックス原液、まあ、通常5500倍のところ、もうこれをですね、例えばもう5000倍にするとかね。で、リキダスも、まあ、通常、まあ、100倍、野菜である100倍、花である200倍、こういうところを2000倍とか1000倍するとかね、もう10倍濃度まで薄めていってね、で、これを毎日やるとかいうことであれば、まあ、いいんだけれどもね、まあその、通常の濃度でね、毎日やるよったら、もう完全な過剰障害を起こす原因にやっぱりなるわけですよ。ですから私はやはりそういうやり方というのは基本的にやらない方がいいだろうと。で、一番いいのはですね、まあ、パッケージ通り毎週週に1回ですねスーパー元気を与えていくということが、まあ、メーカーとしての回答になるんではないかというふうに思っております。まだまだね、質問コーナー続きますのでね、また次のアップロードを楽しみにお待ちください。よろしければグッドボタン、いいね、チャンネル登録をお待ちしてございます。それでは皆様、さようなら。